ルイさんとトウコちゃん遅いね。練習に間に合うのかな。ルイルイは生徒会のお仕事だと思うけど、トウコちゃんはどうしたんだろう。マシロちゃん、トウコちゃんから何か聞いてる？マシロちゃん？ごめん。その、なんだっけ。どうしたの？悩み事？実は、お昼休みのことを思い出しちゃって、理事長先生がスマホのこと注意してたでしょ？あの時、中庭の景色が灰色になったっていうか、胸がざわざわして、ずっと落ち着かなくて。なんとなくわかる気がする。私は理事長先生の決意みたいなものを感じたよ。絶対に校則を守ってもらうっていう気持ちが伝わってきて、圧倒されちゃったよ。そういえば、あの後も理事長先生に注意されてた子がいたよね。うん。廊下でも注意されてた子を見かけたよ。学校を見回りしてるのかな。なんだか監視されてるみたいで怖い。マシロちゃん、大丈夫だよ。何かあったら私が守ってあげるから。ありがとう。でもつくしちゃんもずっと一緒にいられるわけじゃないし。それはそうだけど。悔しい。友達が不安がってるのに何もできないなんて。なんとかしなきゃ。でも学校の問題にどうしたら。ねえ、つくしちゃん、ななみちゃん、月の森なくならないよね。え？なんだか今までの月の森がなくなっちゃう、そんな感じがして。何言ってるの？そんなわけ、そんなわけ。お疲れー。ん？どうしたの？みんななんか暗くね？トウコちゃん、遅かったね。何かあったの？それな、実はマジヤバいアイディアを思いついちゃってさ。というわけでみんな集合。今からめっちゃ厳しい校則なしにしようぜ会議始めるから。めっちゃ厳しい校則なしにしようぜ会議？それってどんな会議なの？ほら、なんか意味がわかんない決まり守れって言ってるっしょ。それを撤回させるぞってこと。え、ルイさんにやったことを理事長先生にやるってこと？そう、気づいちゃったんだよね。ルイにこの校則おかしいって言っても意味なくねって。撤回させるならやっぱ理事長っしょ。親玉は理事長っぽいし。親玉って。気持ちはわかるけど難しいんじゃ。もともとあった校則をちゃんと守るのは間違ったことじゃないし、それに私たちがどれだけ反論したって理事長先生の意見は変わらないと思う。大丈夫だって、プレゼンするのは私だよ。目に浮かばね、理事長が私に論破されるとこ。プレゼンって論破することじゃないような。とにかくこのトウコさんに任せときなって。だいたいあれもダメこれもダメばっかでマジ窮屈なんだよな。やっぱ月の森は自由じゃないと。見てろよ、私が月の森を守ってみせるから。これ止めた方がいいよね。うん、このまま放っておいたらまずい気がする。トウコちゃん、今日の練習楽しみだね。ん？まあね。でも今日は練習よりめっちゃ厳しい校則なしにしようぜ会議かな。けど
GBT4 回戦に向けてそろそろ瀬取りを決めないといけないし。うんうん、バンド以外のことしてる時間なんてないよ。ああ、確かに。じゃあ瀬取り決めはみんなに任せるわ。え、その間に私は理事長の方考えておくから。意志が強い。ごめんなさい、遅くなったわ。お、ルイ、やっと来たか。ルイたちは今日瀬取り決めよろしく。私たちは？あなたは何をするのかしら。私は一人会議。意味がわからないのだけど。まあいいわ、どちらにしても練習をするつもりはなかったから。いえ、できないと言った方が正しいわね。え、それってどういう意味？簡潔に言うわ。今の状況ではバンドの活動は続けられない。